はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日5本目のガチャ動画っていうね、どんだけ出すねんいう話なんですけども、ちょっとね1日なんで大盤振る舞いさせていただきたいなと思うんですが、今日は課金パック買っていこうかなと思うんですけども、なんか新年福袋パックとかいうね福袋が登場しているんで、これちょっと買っていこうかなと思うんですが、中大特大、この3つですね。中は400ルビーと限定1枚確定、大が1000ルビーと記念の扉と限定1枚確定、ほんでもって特大が1500ルビーと限定1枚確定、星51枚確定、宝玉、記念の扉というわけで、この辺ちょっと買っていく。あとこれ正月1日1回おみくじパック、まあ、運試しですね。これもちょっと面白そうなんで、僕こういうギャンブルパック大好きなんで、これもちょっと買っていこうかなと散財していく。はい、というわけで買ってきたんで早速開封していこうかなと思うんですけども、もう僕はねお年玉もらえないのにもかかわらず金使ったんで、もう僕の貯蓄がマイナスマイナスなんですけども、まずはですね、この1日1回正月おみくじは最後に引こうかな。まずは中商品、この記念キャラ確定チケットなんですけども、ラインナップはこれは2022年のキャラも出るか、これ全員詰まってるパターン、あかなりええな。あ、そうですかそうですか。4.5 周年ぐらいまでのキャラが出る感じかな。ミリエリ、ミリエリ一択となってます。ミリエリほんまに欲しいねんな。なんで引かへんかってん、僕はほんまにおしゃい、頼むわ、マジお願いします。あの友情プチプロテクトめっちゃ強いんですよ、ドンと。あ、クラピカね、うん、一昔前ですわ。まあ技レベル上がるんでよしとしておきましょうかね。はい、お次、この記念のやつは全部一緒かな。あ、先にこの特大の星5確定チケット引くか。これは普通のヒーローですね。2022年のキャラも出るというワンチャンの、ヒーローキャラ、これはもう何でもええわ、うん、去年のヒーローやったら誰でもええ、スタンリー・スナイダーさんが出てくれたら個人的には嬉しいなと思うんですが、いかほどというわけで、あ、ツッキーね、いいでしょ、ツッキー。これで貫突パーフェクトツッキーになったかな。また動画撮っていこうかなと思うわ。お次、大の記念確定。これはラインナップは、これは2019-18の限定入ってへんわ。いいね。ちょっと、雑魚たち、あ、言い方悪かった、申し訳ない。あの雑魚たちが含まれていないというね、強者しかいないという高みの見物となってるんで、こっから這い上がっていくの誰か、ぜひとも見物なんですけども、ミリエリ来てくれ、マジでミリエリをお願いしたいなと思います、頼ますというわけでですが、ドンと。お、竜王ルフィ、竜王ルフィは嬉しいわ、技レベル上がんのはすんげー嬉しいですね、ありがとうございます、また使いますわ。はい、お次ラスト、ラストちゃうわ。お次、特大記念チケットですね。これは2021-22か。これがまあ、大取りですわな。このラインナップはえぐいわ。まあ、えぐいですね、このラインナップは。ミリエリです。ミリエリ一択。頼ます。マジで出てくれへんかな、そろそろ。そろそろこの課金パークとか無料分とかで出てくれることを僕は望んでるんですけどもね、お願いしたいなというわけで、誰ですか誰ですか、ドンと。おー、限定ユーナさん、最近出たキャラ一突できましたね、これで。ありがたき幸せ。さあラスト、得体の知れへん課金パックなんですけども、これはラインナップどんな感じや。星5キャラは、あ、星5キャラ21-22のキャラか。あ、そんで、星5キャラ確定これ。あ、星5確定なん。星5確定で、うまい棒16本で50ルビーついてくる。あ、これ買う価値あるな。買う価値あるわ、これ。これ毎日やろ？
顔、これはちょっと嬉しいな。去年のキャラ、2022ヒーローキャラクター出てくれ、頼むよ、お願いします、というわけで、よし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 、マジで収穫。